トラック野郎熱風5000キロを作る第7回目。今回はシャーシ、箱の組み立てとバンパーの調整を行っていきます。前回キャブの飾りを組み立てて撮影用に仮止めしたところ折れました。何？キャブを支える大事なパーツ、仮止めした両面テープが強すぎました。でもプラ板で補強して再接着します。メッキ部分を削り取り接着します。箱側のフレーム、これも本体フレームにがっつり固定します。キャブを乗せた状態で箱側フレームを接着。箱とキャブとの間の隙間、キットのままだとかなり出ちゃいますので微調整しながら作っていきます。位置が決まったら流し込み接着剤でがっつり固定。箱も巨大ならばフレームも巨大、がっつり固定することで強度を増していきます。タイヤを外します。下地処理、続けて箱も塗装しようと思って改めて見てみたんですが、残念ながら天井板が重すぎてたわんでくっついちゃってました。なので天井板外しました。で、接着し直してます。流し込み接着剤を入れた後にパテを塗り込みます。爪楊枝で鳴らす。乾いたら削って、さらに溶きパテを入れました。箱、側面下部のマーカーランプ、すべてちぎり取ります。ちょっと数が足りないんですね。続いてフロントバンパー、前回の仕上がりを見て若干形状が違うかなと思いました。横に長すぎてはみ出しちゃうんですね。でさらに須磨三四郎様から縦の幅詰めた方がいいんじゃないかなというご指摘いただきました。ありがとうございます。ちょっとやってみようと思います。まずは横幅を5ミリほど詰めてみます。鱗シールもったいないんですけど剥がします。後で再利用できないかと思ってます。真ん中にニッパーを当ててブチッと。中の部分をブツブツと切って詰めていきます。微調整を繰り返していきます。でも詰めます。これでいきます。補強用のクラブ、冒頭で破損して補修したシャーシとキャブの台座部品、あちらを直す要領ですね。
さらに角棒で補強していきます。隙間をパテで補修します。続いてシャインレッドを吹きます。赤く染め上げていきます。パテが乾ききったのでガシガシ削っていたらですね、気づいちゃいました。またずれてます。左側サイドパネルぴったり合ってません。また剥がします。辛い位置で合っていないのでずれちゃってます。元ガラス層なのか、それとも何度か接着し直したので接着面が荒れてこうなっているのか、原因はちょっと何とも言いにくいんですけども、もしかしたらキットではこちら開閉式になっているのでクリアランスを取るためにわざとそうしているのかもしれません。こちらの箱巨大であり、ただのプラ板の貼り合わせのため接着の糊面が弱く強度が全くありません。再三のやり直しになりますが、がっつり固定して作りたいと思います。箱、フロントパネル、側面を上端側に向かって削ります。箱、天板を外します。天板のサイドパネル接着のり面をすべてカットします。サイド、リアパネルの上端も平滑に流します。タミヤのプラ角材5mm、これでがっつり固定します。プラ板だけで支えるとどうしてもたわんでしまいますので、接着のり面を大幅に増強します。初めからこれでやればよかったです。この回答にたどり着くまでにえらい時間がかかりました。逆にこれで最初からやってみたいので、もう一台20分の1のバンダイのトラック野郎を作ってみたいです。ヤフオクで当たってみたいなと思っています。今度こそ大丈夫です。逆にここまでやらないとこの箱は組み上がりません。バンダイの20分の1のトラック野郎シリーズ、箱、恐るべしです。さらに流し込み接着剤で補強しておきます。塗装に入ります。シルバー仕上げにするために黒下地を拭きます。シールで隠れる部分は塗る必要がないので、
エッジ部分と底板、フロントパネルのみを塗装します。クレオスのシルバーを吹きます。マスキングして目玉を塗装します。まずはピンクサフ、クレオスシャインレッド。そしてステッカー、箱の長さだいぶ切り詰めたので大丈夫かなと思ったんですけども、意外とですねステッカー部分は横の先端、つま側部分を2ミリずつカットしました。扉のところ、段差を作りましたので、ここをカットします。間違えました。若干足りませんね。継ぎ足してごまかします。全体の感じが見えてきました。やっぱりこのトビウオかっこいいですね。フロントバンパー回収してみました。形状はいい感じになったかなと思うんですが、この上、天板の部分ですね、もう少し隙間の出ないようにしないとこの上の部分に飾りが貼れないので、ちょっとまた回収してみようと思います。次回は飾り部品とマーカーランプ手を入れていきたいと思います。